はい、今日はカゴに入れたコスモスを描いてみようと思います。青空市でね、立派なコスモスを買ってきました。カゴはね、いつものカゴを使います。ちょっと大きめなので少し小さめにね、描こうと思いますね。今日の菓子はラングトンを 5F サイズに切っています。今日の絵の具はホルベインで7色でね、描いてみようと思います。ちょっとね、色構成をしておきますね。ピンクの花はオペラでいいわけですが、ちょっと赤めの花はクリムソンを混ぜる。葉っぱについてはサップグリーン、セルリアンブルー、バントアンバーで、しっかり灰色っぽい緑にします。真ん中のおしべめしべは岩棒地を使うっていうことですね。で、一番暗いところですね、カゴの暗いところ、あるいは花の下の暗いところはコバルトブルーとバントアンバーでしっかり暗くします。下絵を描いてみます。で、今日の光ね、右上からにしておきます。カゴとしては真ん中よりもね、左寄りに置きますね。なるべく白い花を真ん中あたりに持ってきて、しっかり目立つようにしますね。真ん中のあたりはこっち向きでいいんですが、その場所にふさわしい向きにしてあげるっていうことです。で、茎もね、曲がりくねっていますので、ところどころでね、そういう茎も描くといいかなと思います。じゃあね、ちょっとね、下絵をきれいに描いてみます。はい、下書きができました。ここに描いてある花以外にも、後ろにいっぱい花があるという前提で描くわけです。ここで全部マスキング液で覆っておきます。これをやっておくと、跡が非常に楽なので、まあ、ちょっと手間なんですけど、頑張ってね、やってみようと思います。葉っぱ描いてないんですけど、実は無数にあるわけです。マスキング液で葉っぱを描いておきますね。じゃあちょっとね、マスキング液つけてみますね。はい、マスキング液乾きましたので、下塗りに入っていきますね。じゃあまずね、オペラを薄く溶いて、この真ん中あたりですね、このあたりにしっかり入れていきます。で、オペラにセルリアンブルーを足します。赤紫っていう感じになりますよね。これを、左側ですね、ここでぼかしておきます。クリムソンを足します。ちょっと冷たい暗い感じになります。はい、これもね、ぼかしますね。岩棒地ですね。右上にね、少しだけでいいです。薄めに差し込んでおきます。緑ですね。サップグリーン、セルリアンブルー、バントアンバーっていうことでね、灰色っぽい緑を作ります。上の方は少しね、明るい緑でもいいかなと思いますね。ぼかしておきます。カゴの中にコバルトブルー、バーントアンバー、サップグリーンっていう感じで、まあ、暗い色ですね。茶色がね、少し多めに出てもいいかなと思います。下塗りができました。しっかりね、この跡が残らないようにね、切っておきます。ちょっとこの辺りにクリムソンとオペラを混ぜた色をちょっとね、垂らし込んでおきます。じゃあこれで一旦乾かします。はい、マスキング液でカバーをしている花の後ろにある花を描きます。
まずピンクの花を描いていきますね。手前の花ほどきちんとは描きません。これがちょっとね、濃く出た場合にはティッシュでちょっと押さえておきますね、軽くね。次にオペラにクリムソンレイキを入れて少しセルリアンも入れますね。もうちょっと紫っぽくしますね。こちらはコバルトブルーをちょっと入れてしっかり紫色にしてみます。もうちょっとね、この辺もちょっと足しておきますね。うっすらピンク色の花びらをここにね。カゴの後ろから見えてる花、これをねちょっと足しておきますね。はい、だいたいこれでいけたかなっていう気がしますね。この辺の色なんですが、青紫ですね。こんな青紫もね、ところどころに入れます。で、これをしっかりぼかしておきます。青っぽい緑を作って、この辺りですね。で、特にね、カゴの上なんですが、コバルトブルーとバントアンバーが分離した状態で、色が出てくるようにします。場所によって青かったり、茶色かったり、変化がある方がいいかなと思います。で、この辺はね、ちょっと一部明るい方がいいので、少しね、サップグリーンあるいはガンボージーですね、ちょっと入れますね。この白地が、ね、広すぎて気になりますので、淡い赤紫を入れておきます。一番奥の部分の暗さですよね、部分的に入れておきます。ホワイトワトソンですとあまり気にせずにね、取ったりつけたりできるわけですが、ちょっとその辺がね、不自由なわけですね。ラングトンの方がね、青くしておきます。じゃあこれで乾かします。マスキング液を外す前にカゴの継ぎ目ですね、ここをしっかり茶色あるいは青色でつけてみました。それからこういう細い葉っぱもマスキング液を外さないうちに入れとけば、あまり気にせずにね、入っていかれますので楽ですよね。じゃあこれで乾かしてマスキング液を外したいと思います。花の中に色をつけていきます。じゃあまずね、ピンクをこれとこれとこれぐらいにしてみますね。オペラ一色でちょっと塗ってみますよ。中心に近いところにピンクを置いて、先端に向かって伸ばします。なので先端部分はちょっと白く残るっていう感じになります。もうちょっと濃いめにしておきますよ、真ん中あたりね。
クリムソンを混ぜます。葉っぱと茎、萼の部分に線描で色をつけていきます。サップグリーン、コバルトブルー、バンタンバっていうことでね。白い部分も残しつつさらに足していきますね。で、場所によってね、ちょっとずつ色をね変えていかれた方がいいかなと思います。じゃあね、葉っぱと萼に色をつけていってみます。はい、花びら塗ったところが乾きましたので、おしべめしべに願望地をそっとね置いていきます。ぼかしておきますね。カゴの方ですね、サップグリーンの純色です。上にかけておきます。コバルトブルーをかけておきます。花びらの線描をしてみます。コバルトブルーとクリムソンで細い線をところどころに引いていきますね。例えばこの辺です。じゃあちょっとね、この花びらの線描をちょっぴりやってみます。はい、だいたい乾きましたので、全体の調子を整えていきますね。オペラを白い花の中に、入らないように注意をしながら全体的にかけていきます。オペラと少しねセルリアンブルーを混ぜて赤紫にしておいて、ここですね。セルリアンブルー多めの青紫ですね。白い花の周りにある色でね、もうちょっとはっきりさせてみます。じゃあこれで一旦乾かします。おしべめしべのところにね、プツプツをつけていきます。バンタンバーだけでいいと思います。もちろん願望状を加えてもいいです。綺麗に揃えないっていうことが大切です。
これなんですけどね、しべの繊維状の部分ですね、これをちょっとだけ入れておきます。これでまあ大体出来上がったんですが、気になるところを手直ししておきます。カゴの影の部分ですね、部分的にね強調しておこうと思います。はい、それからここの線描でちょっと入れてるんですけど、あまり綺麗じゃないので、セルリアンブルーを多めの青紫に近い色ですね、これを影の色として入れて先端に向かってぼかしておきます。これの方がね、白としての色としてはいいかなっていう気がします。全部に入れる必要はもちろんありませんので、まあ、一部ね入れておくっていうことです。それからこの赤い花びらのグラデーションがちょっと途中やめみたいになっているので、少しねクリムソンを足しておきますね。つぼみに赤色を差し込んでおきます。マスキング液の残った部分の白い点々がちょっと目立ちすぎるので、気持ち潰しておきますね。それから後ろの花萼片のと緑が見えた方がいいかなっていう気がします。はい、じゃあこれで一応ね完成にしたいと思います。じゃあサインを入れておきます。今日はコスモスをカゴに入れて描いてみました。完成です。